飛行中のリトル上2ロケットアポロ A-002 はアメリカ合衆国のアポロ計画において3度目に行われた宇宙船の緊急脱出用ロケットの発射試験である。緊急脱出用ロケットの発射試験はアポロパッド -1 及びアポロ A-001 に続いてこれが3度目であり、今回はより過酷な条件下での実験が試みられた。主目的は 最大動圧の状態でもレガ充前に機能を発揮できるかということを検証することにあった。リトル上ー,ーロケットが使用されるのも、アポロ QTV、アポロ A-001 に続いてこれが3度目であり、1段目は2機のアルゴルロケットと4機の補助ロケットを搭載し、出力は大幅に増強されていた。でも、また、全部に姿勢を安定させるための骨符さを設置し、 指令船を排気ガスから保護するためのカバーを取り付ける、などの改善がなされていた。指令船は、今回もダミーであった。原則用の小型パラシュートは前回までは1機だったが、今回は2機に増強された。A-00 には1964年12月8日15時に発射された。機体が音速を超え、MAX9 に達した時点で、 本体のロケットと方向転換用小型ロケットが点火されたが、誤った気象データが入力されていたために、予定よりも2.4秒早く小型ロケットに点火されてしまった。この結果、機体にかかる空気抵抗は予定よりも大きくなった。点火から11.1秒後に全部の小翼が点火され、指令船は4回転した後に、底部の耐熱保護シールドを、 進行方向に向ける着陸姿勢で安定した。最初に回転した際、司令船の保護カバーの一部が引きちぎられた。到達高度は15,350メートルであった。高度7,163メートルで予定通りパラシュートが展開し、司令船は発射台から約10キロメートル離れた地点に秒速7メートルで着陸した。ありがとうございます。